方面はですね、阪和線っていう、車になりまして、紀勢本線はここで終了かと思いきや、実は紀勢本線の、本当の起点終点はですね、ここからあと2駅行った和歌山市駅ってのがあるんですよね。どこだろうね。ちょっとごめんなさい、これは分かんなくてもクラクラしてますけど、もうね、こちらですね、ちょっと分かりにくいんですけど、和歌山線ではなくて紀勢線の、ちょっと何もね、番号とか記号は入ってないんですけど、和歌山市方面、これが本当のね、紀勢線の終点になります。こちらですね、普通の和歌山市行き、最新の227系ですね、2駅だけですけど、これで和歌山市まで向かいます。本日も JR 西日本をご利用いただきましてありがとうございます。この電車は和歌山市行きです。次はキワです。すべてのドアがご利用いただけます。 Thank you for traveling with JR West. This train is bound for the Wakayamashi Terminal. The next stop is Kiwa. 本次列车开往和歌山市，下一站济河。이열차는와카야마시행입니다다음역은기와입니다We will soon arrive at Kiwa. Kiwa. 列车即将抵达济河。잠시후정차역은기와입니다すべてのドアがご利用いただけます。なお、ドアは自動では開きません。ドア横のボタンを押してドアをお開けください。切符、運賃は駅でお渡しください。The next stop is the Wakayamashi Terminal. JR 西日本をご利用いただきましてありがとうございました。まもなく終点和歌山市です。南海線はお乗り換えです。イコカなどの IC カード乗車券は駅設置の自動改札機をご利用ください。裏が白い切符など自動改札機をご利用になれない切符をお持ちのお客様は自動改札機付近にあるインターホンでお問い合わせください。お降りの際は足元にお気をつけください。
Thank you for traveling with JR West. We will soon arrive at the Wakayamashi Terminal. The Wakayamashi Terminal. Please change here for the Nankai Line.ドアがご利用いただけます。なお、ドアは自動では開きません。ドア横のボタンを押してドアをお開けください。切符、運賃は駅でお渡しください。はい、というわけで、紀勢線の、和歌山市行き列車でね、和歌山市駅に到着いたしました。これが紀勢線の本当のね、終着駅となります。和歌山市駅は南海の、ターミナルなんですよね。和歌山が JR のターミナルで、和歌山市が南海のターミナルですけど、まあ、その間を結ぶようなね、役割をしているのが紀勢線の末端区間、和歌山から和歌山市の間のね、今乗ってきた区間になります。こちらに停まっているのは南海片線のめでたい電車というね、観光列車っていうほどでもないのかな、まあラッピング列車ですよね。タイ、お魚のタイをね、イメージした、列車になっています。というわけで、南海の和歌山市駅へやってきましたけど、こちらはまあ JR 紀勢線の、紀勢本線の起点駅でもあるということでね、これで、今回紀勢本線全線をね、端っこの和歌山、和歌山市間も含めて、制覇とね、言いたいところなんですけど、実は名古屋側って言い方はちょっとおかしいかな、三重県側なんですけども、私は今回名古屋を出発して関西本線で、四日市、そこから伊勢鉄道経由で熱に入ったんですけど、実は関西本線と紀勢本線の分岐、つまり紀勢本線の、ね、起点駅っていうのは亀山駅なんですよね。ですから今回亀山から津の区間は実は紀勢本線に乗ってないことになるんですよね。ここまで細かいところを攻めてきた割にはなんだろう、それが甘いじゃないかということなんですけどね、私はこの程度の男ですのでご容赦ください。ちなみに JR の和歌山駅と和歌山市駅の間にはバスも出てまして、和歌山駅と和歌山市駅の間はまあいろいろ複数系統あるんですけど、まあこの2つの駅を結ぶバスがですね、まあ結果として10分に1本ぐらいの頻度で出てるんですよね。で、バスの時間が15分から20分ぐらいかな。対して JR の和歌山、紀勢本線の和歌山、和歌山市駅間がですね、今何分、5分ぐらいだったかな、5分ぐらいだったと思うんですけど、間隔がね30分に1本なんで、まあ、どっちが早いかっていうのはそのタイミングにもよるんですかね。こちらが南海の改札で、JR は右って書いてありますけどね、こっちのちょっと細い通路を行くと JR の紀勢線の和歌山駅に乗り換えることができます。 JR の和歌山市駅はねこれ自動改札しかないんですよ。だから青春ジャッジ切符とかの人はねどうするのかというと、さっきこれやったんでねちょっとご覧いただきましょう。このインターホンでね呼び出して、それでちょっと会話をして対応してもらうという形になります。しばらくお待ちください。ありがとうございます。改札口コールセンター前田です。いかがなさいましたか？青春ジャッジ切符で、乗車したいんですけども。はい、かしこまりました。ではお客様がお持ちの18切符一度拝見いたしますので、はい、お話しいただいているインターホンの下の青色の台の上に表を上にして置いていただけますでしょうか？恐れ入ります、ご協力ありがとうございます。ありがとうございます。確認ができましたのでお手元をお直しください。正面の自動改札機の通路を開けましたのでお入りください。はい、ありがとうございます。とこんな感じで通れます。
の列車は次は和歌山行きです。この列車は和歌山駅で和歌山線に接続します。再び和歌山駅に戻ってきました。ここからは阪和線に乗り換えて、大阪方面へ向かうのですけども、その前に夜ご飯和歌山ラーメンを食べていきましょう。和歌山といえば和歌山ラーメンね、中華そば、ちょっとここで食べていきます。和歌山ラーメンというのはこの早寿司っていうね、そばがラーメンが出てくる前に食べるお寿司がね定番ですけど、今日はちょっとお昼のハンバーガー食べ過ぎてるんで、これはやめておきます。あとお水がね、このやかんでやかん入りのお水、なんかいいですね、すごいね。そして丸見商店さんの中華そば、和歌山ラーメン着丼です。和歌山ラーメンにしてはスープの色が少し薄いんじゃないかとね、思う方もいらっしゃるかもしれませんが、その理由は後で説明しましょう。丸見商店さんのラーメンは井出商店と同じ、醤油ベースの豚骨醤油ラーメンなんですけども、ちょっと全体的にやっぱり薄味でパンチにかける、感じでしたね。麺のスープの絡みも正直いまいちでした。まあ、味が濃ければいいというわけでもないんですけど、やっぱり少なくとも和歌山ラーメンを食べに来る人は割とがっつりした味を期待している人が多いと思うので、ちょっと違うなとね、思ってしまうわけです。まあ味としては正しく和歌山ラーメンですのでね、JR 利用で、ちょっと近所の有名店まで行ってる時間がない人だったら、ここでもいいんじゃないかと思います。はい、ラーメン食べて和歌山駅に戻ってきました。この後はこの石折返しで、大阪の方へ参ります。天王寺に到着しました。ここから大阪環状線内回りで、移動します。はい、到着したのは鶴橋です。なんか焼肉の匂いがね、めちゃめちゃすごいですね、この子。ということで、この動画はここで終了です。ご視聴ありがとうございました。